皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。スーパーマリオブラザーズ Wii やっていきたいと思います。新しいところに来ているのでね、どんどん可愛いマリオが見れていくんではないかなって思ったんだけれども、またこれは、はい、ペンギンちゃんでしたね。あー出たよ、ウニ。ウニみたいな、あ、うそウニみたいなやつ出てきたよ。あいつね、結構ね苦手なんですよね。で、このあぶね、プク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 だよね、これ。プクプクじゃん。あ、待って、ちょ待って、これ上に行くにはできないのか。そっか、なるほどね。凍らしてその上を飛ぶって形か。待って待って、この上とか何もない、何もないのね。もしかしたらさ、メダル隠れてるかなとか思ったんだけれども、よし、じゃあ行きますか。もうね、トン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 進んでいこうかなと。で、トン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 進んで、トン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 クリアしていこうかなと思っております。やめてやめて、来ないで来ないで、危ねえ。さあ、この上に何かいいアイテムがあるかもしれない。コインコイン、やった、ペンギンゲット。よし、じゃあ神進んでいこう。あ、嘘、ねえバカじゃないの、今ゲットしたばっかのさ、かわいい。ちょ待って、めっちゃ集まってきてる。やめて、私餌じゃない怖すぎる。え、待って、ここキノコかな、キノコ来るかな。はい、まさかのスターだった、想定外すぎて。よし、これで私無敵、今無敵タイム、めっちゃ無敵タイムだから、どんどん進んでこ。もう大丈夫、君たちが近寄ってきても大丈夫。オッケー、大きくなったよ。待って、ここで、ここで何か、あ、やった、ペンギンさんゲット。これで通常に戻りましたね。よし、でこれってさ、このまま上行けないかな。なんかちょっとここで、ここで、あ、むずい。もうね、どんどん進んでこう、どんどん。でこれで上がってく、はっ、コインになってくれた。これはちょっとありがたいんじゃない。え、待って待って、なんかあそこさ、当選簿してたけれども、あ、やった、メダル。よし、ここで、ちょっと間違えた、引っかかったわ。ここでいっぱい氷出して、この子たちで、この子、ちょ、え、これ絶対当たるやつじゃんこんなの当たるじゃん。で、こっちで逃げていきましょう。ちょっと進もう。あ、やった、またペンギン。いいよ、なんかすごいペンギン。あのでっかいウニには当てても何もなんないのね。なるほど。よし、じゃあこのノコノコで、やめて、あ、怖い怖い怖い。あ、待って、下行けそうじゃない、今の。ちょっと下から通れるわ。うわ、めっちゃ見てくる、めっちゃ見てくるよ、このウニ。美味しいかな。やべ、また来た、後ろから追っかけてきてる、怖い怖い。よし、これで上がれればいいんだけど、あの子が来る前に、よし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 、セーフ。これ凍らしてもさ、なんかどうにもなんないよね。とりあえずあっち行くか。ほいほい、あぶねえ、ほい、オッケー。でね、この紫ウニはね、移動してこないからさ、待って、ここであれだな、ペンギンが出てきたとしても、ペンギン上かな。あ、ペンギン出てきたわ出てきたよ。じゃあここから先進んでく。え、この泡泡をさ防ぐのに多分使いたいんだけど、あっ、ぶねえ、一瞬心臓止まるかと思ったわ、怖い怖い。あー、でこの子もちょっと怖いな、上にピュンってなるから。よし、この子たち上行きたいけど、行き方ちゃー、やってしまった。もうこれは下ルート一択になっちゃったな。まあ、しょうがないか、あそこ行けないもんね。このまんま上がってって、オッケー、もうそろそろゴールが見えてきてるんじゃないこれ。あ、上から乗るとか、さっきのやつか。うわ、こいつ凍らして上から乗るってやつか。だがしかし、私にはペンギンのあの氷にする能力がないから、一旦この子をジャンプしてから。ねえ、アホだったわ、ダメですもうコースクリア、普通にやればよかったな。よし、次、これはミニゲームかな。ちょっとミニゲームで遊びましょう。お、連続1アップの大チャンスってことはあれだね、なんかバルーン割るやつかな、やっぱり1アップ風船割りで遊んでいきたいと思います。さあ、どこ入ろうかな。これね、結構動画でいいところ見せられてないんだよね。この辺に入って、
待って、ちょっと待って、これはどの辺で打てばいい？全部が斜めるところ、ここら辺か。ぽい。おお、でも4ポイントアップ、ラッキー。よし、では次はサクサクプレイで左側から行こうかなと思います。ウェンディーが待っているね、私のこと。お、また海だ。なんかしらさ、ちょっとアイテムが、あ、いや今度はファイヤーボール、ファイヤーフラワー、ファイヤーフラワー、ファイヤーボールだっけ。とりあえずファイヤーマリオ、ここはちょっと安全に行きたいな。危ね危ね、やめて、あ、怖い、やめて。これね、ずっと乗ってやってしまった。ずっと乗ってると落ちるから、なるべく走って進んじゃいたいんだけどさ、走りすぎるとやばいことにも気づいたよね。やだ、下のやつ欲しいな。ちょっと、オッケー。あ、待って、キノコじゃん、キノコ。あ、落ちてしまったよ。もうやめて、来ないで、来ないで。もうとりあえず今回はゴールを目指します。あのね、スターコイン、なんか大きいスターコインとかはまた今度集めようかなと思っているので、その時に取っておくわ。なんだかんだいけそうだしね。あ、待って、やばい、怖い怖い怖い。ここからが、ここに乗ってからの、危ねえ。一瞬危なかったよね。よし、で乗って、乗ってじゃない、大きくなってからの、ここから、あ、横ばいになっておる。すごい、こんな風になるんだ。やった、ファイヤーファイヤー、こいつらすぐジャンプしてくるから、怖い怖い怖い。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、でここにもコインがある。あ、取れるんだこうやって、すごい面白い、てかかわいい。でこいつ、あ、横になってる時にはあれだ、あぶねえ、そん、マジかよ。ちょっと待って、やばい、私の生命の危機が。あ、待て待て待て、怖い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 。ここでジャンプしていくのかな。待ってね、ここで何かまたいいアイテムが出てきてくれるかもしれない。来ない。なるほど、了解。ジャンプ、あ、待って待って、違うの、今のはミス。あ、やっちゃった。オッケー、戻ってきましたよ。ここに、ここでさっきね死んだんですけれども、ここから私の、あ、待って、キノコちゃんありがとう。よし、確実にキノコをゲットしていくからの、確実に次のファイヤーやつ、ファイヤーやつファイヤーのやつも欲しいと思ったところで、こうやって、これも時間制限で落ちる系だ。なるほど、なるほどね。よし、ジャンプして、ジャンプして。可愛くない？あのジャンプの仕方めっちゃ可愛いんだけど。いや、ここもやってしまった。はい、ただいま。これは3度目のただいまかな。あ、待って、もうゴールじゃん。でもゴールだけどさ、気づきました、私ファイヤーになっております。コースクリア。どんどんね、ウェンディに近づいていってるんですけれども、行ってみますか。もしかしたらここでうまくいけるかもしれない。いや、今回の動画結構ね、サクサク進んでると思うので、いけるんではないか。出たよ、このステージ。やだ、ブロック落ちてくるやつじゃん。勘弁してって。ここは待って待って、もしかしたらまたアイスかな。やっぱりカロンにはアイスって感じか。よし、え、待って、これ上から潰される系のゲームじゃない、そうなると。やめて、あぶねえ。てか回転早っ、この回転早っ、逆走するの超大変じゃん。さあ、次からどこに何があるのか把握してないまんまなので、こ、あ、待って、上にあれがある。よし、ゲット。1個目ゲットしたけれども、どん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 ブロック出てきてるな。待って、上行きたい。あ、待って、あっ、あぶねえ。こっからですよ皆さん、怖いのはこのね、勢いづいた時に敵に突っ込むとか絶対ありえるから。このゲーム絶対そういう風にできてんのよ。そういう風にできてんの。だからちょっと待って、出られない疑惑、ちょっとこの人どうにかしないといけない疑惑。ウケない、復活したところを即座に狙ってこず、く、崩すね、大切なところで噛むのよね。だけどね、まあ一発撮りなので、その辺は仕方ないかなと思っていきます。はい、もういいや、あの恋、あぶね、今の見た、今のが引っ掛け。あ、待って、プロペラもあるな。ちょっととりあえずここでセーブしておく。いやだな、このプロペラ、いい思い出がねえよ。ゆっくり上がってこい、ゆっくりね。そう、ゆっくり、ゆっくりが大切。このくそ、ゆっくりが大切って言ったばっかなのに。で、これでまた上行くでしょ。え、
これでもう次の面だよ。早くない？今回はカロン地獄もクソもなかったって感じだわ。いや、やべえ、やっぱり地獄だわ。ブロック地獄に突入したみたいです、私は。よし、これで。これ、いける？ブロックの上を、とりあえず、歩き回るくらいしかできない感じじゃない？あ、待って、ブロックの上乗れる。しかもそこコインなのかよ。あ、待って、なんか平べったいの出てきてくれたな。とりあえず、先に進もう。ここから、ここで、多分潰されるやつでしょ、これ。潰されたら終わりでしょ。落ちてくる。乗る。オッケー。やべえ、いい感じに進んでるかもしれん。あ、待って、通せんぼするじゃん。その通せんぼはずるいじゃん。あ、ラッキーラッキー、これで進める。待って、怖い、潰されそう。セーフ。あれ、これはもうウェンディーにまだだった。ブロック地獄すぎた。あ、なるほどね。あのブロック全部落ちてくる前に行けってことでしょ。無理に決まってるじゃないかい。ちょっと待って、無理に決まってんでしょ、こんなん。あー、私のメダルが。いや、ここね、プロペラヘリコプターつけていきたいね、メダル集めするときは。そしてなんか謎のブロック。いや、ウェンディ来るよ。頑張ります。一回でね、クリアできたことがないよね、ボスに対して。まだ、え、かわいい。え、めっちゃかわいいじゃん。何このリング。このリングって一回目当たったらやばいやつ。やばそうだよね、なんかね。リング当たったらやばそう。はい、頭2回目。やべえ、ウェンディちょっと楽勝かもしれん。いやー、待って、このまんま。え、しかもあのリングさ、消えんの遅いし、勝っちゃったし。ラッキー、一発クリアです。ウェンディこういう。お、加算されていく。え、かわいい。え、こんな声してるんだ。こんな声してるんだっていうのがね、もう。うわ、出た！テレサのお化けのところ。うわ、マジか。ちょっとね、早めに終われたので、このまんまね、進んでいこうかなと思います。結構ね、進んでるから、いい感じじゃない？セーブはします。ありがとうございます。ありがとう！よし、ここに行こう。いいよいいよ、すっげえサクサクじゃん今回。まあね、死んで戻るまでを全部カットしてるとは思うんですけれども、いいね、南国って感じ。いいよいいよ、サクサクプレイでいきましょう。うわ、水の中だよ。水の中だよ。うわ、あぶねえ。嫌なんだよな、これが嫌なんだよ、ぶつかりそうなの。めっちゃ綺麗じゃない。よし、ここでファイヤーフラワー。魚にはファイヤーって感じだな。よし、行きます。あ、出た、紫のやつ。あいつ嫌なんで。いや、ゲッソーゲッソーゲッソー、お前も狙ってこっち来るんだっけね。そうだよね。やめて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 、なんか、くそ、あ、やられたよ。かわいい、めっちゃかわいい、見た今の。あ、隠れてるし、痛いし、やめてもらっていいかな。次当たったら死ぬんですけど、そういう風なことはしないで。隠れてんじゃねえぞ、出てこい、ストーカーか、お前らは。出てこい、マジで怖いから。よし、入れそうなところがね、あればいいんだけれども。やばいね、追っかけてきてる。怖すぎでしょ。もう待って、あそこで一回大きくなりたい。よし、で、隠れてんのが可愛いんだけどさ、できればもう一回ファイヤー欲しいよね。ファイヤーをゲットしてから行きたい。やめて、発射用意している。オッケーオッケーオッケー、もういいよもういいよ、進もう。あ、あそこのなんか金じゃないか、あの、このなんだっけ、黄色だ、黄色の土管。何があるかちょっと見たいね。うわ、なんかクソでけえのいるわ。嘘じゃん、やめてやめて。いや、それはないわ、お前そこで守んのはずるいわ。ちょっとさすがに、いや、こいつって、あー、よかった。あ、しかも1アップ、やだ。え、何あのでかいの、めっちゃいい子じゃん。取りにくくない？やった、1アップからの、めっちゃゆっくり歩くじゃん、マリオ。よし、3アップ。お、しかもスター。え、すごい部屋じゃん、ここ。このまま突っ走っていこう。あの、なんていうの、落ちなきゃ平気、落ちなきゃ死なない。で、こういう時に限ってあれなんだよね、あれなんだよね、そう、敵に当たんなかったりするんだけれども、とりあえず、まあ、いっか。ねえ、受けない、音的にさ、もう音的に終わってんだよ、フィーバータイムは。なのにさ、ずっと音楽鳴り続けるみたいな。
あ、またやったね。ここは敵が多いからかな。ねえ、アホすぎるでしょ。そのプレイはアホすぎるわ。あ、隠れてるよ。で、ここからまたもうちょっとしたら紫色も出てくんでしょ。いや、これ下行ってって感じかな。やめて。いや、もう今の当たってなくない？てか、ゲッソーいすぎじゃない？待って、ゲッソーこいつらが。くそー、水の判定受けないのずるいわ、本当に。もし、もしじゃない、もう一回ね、リベンジします。まだね、時間はたくさんある。で、ここでリベンジして、先に進めたらまた先に進むっていう形にね、していきたいと思います。わかんない、わかんない、もうちょっと向きになってやっちゃうかもしれない。発射用意、やめて、来ないで。うわ、最悪だよ。よし、とりあえずね、青ピーがあってからの、このなんていうの、スターをゲットしたところまで戻ってまいりました。よし、これでね、先進めるでしょう。何回か死んだよ。何回か死んだんだけれども、とりあえず気をつけてここまで戻ってこれたから、ここからのね、動画になってると思うんですけれども。よし、いや怖いね。順調に進みたい、ここは頑張っていきたい。あ、待って、なんか3匹隠れてる。見えてんだよ、すごいじゃん、見えてるよ。おお、これがね、クリオネとかだったら可愛いんだけど、敵じゃなきゃ可愛いんだけどさ、敵だから、君たち敵だから。よし、いける、いける、ゆっくりだ、危ない、待って、くそ、それは気づかなかったわ、派手な色してんのに。くそ、今じゃねえんか。いや、ファイアフラワー出てくんの今のタイミングだったんだけどな。それか今か、待って、危ねえ。ここで出てきてくれるんではなかろうか。めちゃめちゃ調整め難しいんですけど、とりあえずこれもらっとこう。やめて、うわ、これで、ね、しかもキノコですらないっていうね、マジか。よし、ここはゆっくり、あ、やっと解放され、いいのかな、上がっちゃって。よし、上がります。終わりだ、ここは終わりだわ、よかった、やっと終わるわ。ナイス、1アップ、コースクリア。よし、いけるところまでね、サクサク進んでいきたいと思います。テレサが笑ってたね、今。テレサボコボコにしてやろうと思います。出たよ、このステージ、この雰囲気、本当にね、苦手っちゃ苦手なんだけども、やった、大きくなれるのはありがたい。よし、君は見てる間動けない。あ、何このネズミ、あ、やっべ、マジか。でもね、頑張って進んでいくよ、もう頑張っていく。よし、ここちょっと君邪魔だな、大きくなりたいな、ちょっとやばい、ちょっと。で、これなるほどね、どんどんさ、上がったり下がったりする、この床も駆使していかないといけないってことよね。よし、頑張るわ。よし、こっち来てもらって、よし、ここでキノコ出てくんだろ。あ、待って、そっちに飛んでくんかい。なるほどね、ちょっと積んだ気がしたけど大丈夫だったわ。え、待って、これどうやって入んの、え、待って、ここ何もないんじゃ、上に何かあんのかな。え、何もない、え、困る、どうしたらいいんだろう。これは乗ってると上がるけど、どうしたらいいんだろうな、結構むずくない。ちょっと待ってね、ここら辺一回調べさせて。戻ってきたんですけれども、なんか、うわ、待って、今見えた、見えた、見えた、やっと見つけた。とりあえずね、一番最初のところまで戻ってきて、見つけられたのがスターだったっていう。で、スターで爆走してたんですけど、テレサを倒してからの、見つけた。これを押さえんだな。お、ナイス！よし、隣の部屋に来ました。一瞬ね、パソコンポチって触っちゃって、収録止まってたから、もしかしたら扉入るところが取れてないかもしれないんですけれども、まあ、ここ取れてるのかな？多分取れてると思うんだよ。ちょっとね、多分ポチって押せたところが映ってるか映ってないかくらいじゃない？ちょっと大きくなりたいんだわ。
大きくなりたい。お願いします。よしよしよし、キノコだけれどもネズミがめっちゃいるわ。このネズミってどうすんだっけ。なんか、あ、なるほどね、踏んだら逃げてく系だ。やばい、すごいじゃん。みんな一緒になるとこっち来るんか。なるほど。で、とりあえずこの、あ、ラッキー、こういうところに隠してあるもんね。あ、上にもあるな。ちょっとこっち入るか。え、下行ったらどこに繋がったんだろう。あれかな。あ、ここはもうゴールでは。おっとおっとおっと、あ、なるほど、これを持ってこっちに移動してジャンプしてみたいな感じか。もう一回投げてみて、いい感じ。じゃあ今度はこのテレサたちが、よし、こっちに来い、こっちに来い。オッケー。あれだね、このテレサのステージやってればさ、一人でさ、だるまさんが転んだできそうだね。うわ、くっそ、今の惜しい。コースクリア。ということで今回はここまでにしておこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。